まあ、とにかく愛媛にいてはいけないと俺は東京に行けば何かがあると思ってましたね、うん、素敵なサムシングが。え、お金とか。そう、お金だって浪人でって言ったら。いや、それは親にもらったよ。え、それ100万。そのお母さんに対して。本当っすよね。待って待って待って、大学の学費とか俺払ってたから自分で。あ、自分で払って。そういう話じゃないですよ。そうですか、東京行くっつったら、じゃあ100万ボンってくれた。100万もくれたの。まあその部屋借りるのってそんぐらいかかるよ、まあ、なんで怒ってんすか。いやいや、なんか俺俺そんな悪くない。多分そういう調子お母さんに言ったでしょ。、うん、いやいや、だって意外にってなったらお母さんに欲しいんだけど、もう宮子ちゃんに謝りたい。母宮子に謝りたい。今年の抱負でしょ、怒らない。そうです、そうです、そうなんですよね。なかなかないと思うんですよね、浪人で。すごい、そうですね。まあ大学進学だったわけなんですけど、浪人で東京行く、じゃあこれで行ってこいって100万円っていうのは、うん、そう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 、今の300万ぐらいですよ多分。近いね、ね、消費者物価数とかね。土地勘はどこに住もうとかっていうのは誰がどう決めたの。浅草に住みたかったけど、浅草なんか当時家賃がすごく高くて、うんうん、分かる。とにかく東京で知ってる地名のとこに住みたくて、うん、で浅草無理だってなって、うん、あの高校野球好きだから帝京板橋区にあるの、はいはい、で、で板橋に住むという。板橋に住んだんですか最初。そう、最初板橋。奥さん家近くなんですよ、だから。そうなんだ、うんうん、最強戦か。最強戦、そう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 。もう最強戦ありました。そのあった、ありました。押し屋とかいましたもんだから。あの押し屋って何ですか。あの電車に入れないから押してくれる駅員さんがいて。あ、で予備校はどこ。ヨゼミ。ヨゼミなの。じゃあ全く同じルートで通ってたの。そうなんです。じゃあその奥さんがメンバーさ、うん、ジャンスには、マージャンさんに行ってたんですか。行ってないけど、その近くにあったパチンコ屋でドンスペシャルを毎日。あ、ドンスペシャル、はいはい、うん、どっかで会ってますね。会ってる、多分会ってる。へえ、ヨゼミで。そうですね。で、で大学受かるんですよね、すぐ、うん、その間アルバイトは、うんうん、仕送り。めちゃくちゃお坊ちゃん。やば。足抜け。1年だけだよ。1年だけだもん。ぬるぬる。あ、まだ怒ってる。いや、俺ちょっと幻滅したわ。そうですね。全然苦労してないじゃん。もう、まあ苦労してないです。浪人の時は甘えさせてくれと。まあ、終わらせ聞いてるとすごく恵まれてますよね。そうですね。いくらもらってたの。7万。次。うん、7万ぐらいかな。年間80万。うん。お母さんは寂しい思いした上に毎月7万円は。そうですね。でかいよ7万。でかいね。でかい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 、でかい。まあ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 、でもそれはまあ、ね、まあまあまあ。そのお母さんの苦労、まあまあまあ、その3文字で終わらせる。だっ、まあいいや、もうやめとく、やめとく、もうやめとく、もうやめとく。だってなんだよ、だってなんだよ。いいですよね、それ。いや、新年の誓いは何ですか。うん、怒らないですよね。今ダーってなりましたよ。なったけど怒らない、怒らない。いや本当にありがたいなと思ってて、でめでたく大学に受かりまして、はい、でその東京にまた、ね、そこからはね、あのバイトとかしてお金を稼ぐという方針で。学費自分で、まだギリ払えるぐらい。すごいですね。でもそれもね、何のアルバイトしたんですか。その大学生になってから。あの大学の事務のバイト。あ、そういう仕事なんですか。あるんですね。すごい。あと、あの運送会社の荷卸しみたいなの、うん、赤羽にあった運送会社の荷卸しとか、あと高円寺にあったサウナの、違う、スポーツジムがあって、うん、そこのサウナがあって、うん、サウナの受付をやってましたね。あまりこう、まだ必勝ガイドとか、ね、全くないです、ね、あの東京にね、うん、あの卒業式の次の日に来たけど、やることないんですよね、はいはいはい、うん、で、やることないからパチンコ屋行くじゃないですか、うん、え、100万もらって。うわ、親の金で。いい親方よくなくね。そうそう、100万はもう通帳に入れてでも減らしちゃいけないから。減らしたくないから。で、自分のお金も持ってたの。ちょっと怒ってないですか。怒ってない、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 怒ってないよ。赤くなってね。そうそうそう、自分の金の使い方なんて見ても周りとか見ることないですからね。ありがとうございます。牛尾さん優しいな。で、東京来て、まあやることないんですよね。でパチンコ屋に行ったら、やることないですよ。自分が勉強はね、ありますよ。いや本当は本部は勉強だよ。勉強本当は聞きましょう。聞きましょう。本当はあるんだ。皆さんも気をつけてくださいね。
ポロって言った一言で、ね、あの倍傷つきますから、ね、話進んでないよ。いやそうなんですよ。まだ俺19だ。ただちょっと穴が出すぎちゃってるんで。19。あと31年あるよ、はい、ここまで。遠いとね、届かん届かん。いい？でね、19で東京来て暇だなって思って、パチド師匠ガイドを開いたら、あの読者参加の企画があったんですね。それはもともと読んでたんですか？あ、読んでました。はい、あ、なるほど。うん、で、まあその時も読んだら、で、はい、で2000回勝負っていう、まあパチド2000ゲーム回すだけの企画があって、うん、それにハガキを出したらすぐ電話かかってきて、うん、出ませんかと。で出ますって言って出て、何を打ったんですか？アポロン。アポロンパチスローの、うん、はい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 。うん、でもで今まで読んでた雑誌に読者参加で呼ばれたって結構テンション上がる。ものすごいことですよね。そうでもないですか？へえっていう感じだった。当たるんだって、そういうのが当たんないと思ってたから。ちなみに何人ぐらいの企画だったんですか？その時は、うん、僕だけが純粋な読者で、あとは板谷さんも出てて。ああ、ゲッツさん。ゲッツさんと、あとはライターのお友達の方が。お友達。うん、多分、あの、秋山プロのお友達だった人だったんですけど。で、2000ゲームアポロン打つの？打つの。で、みんなそれぞれ別に打って、勝手にそれぞれコラムを書くというお仕事で、その時に板谷さんと面識ができて、うん、で板谷さんがパチバカ始めて、暇だったらハガキ出してって言って出してっていう。いきなりうち行って、うん、それの原稿を書く仕事なんですか？そうなんですね。今考えたら思い切ったことするよね。とんでもないことですね。書けるかどうか分かんないですよね。あ、でも紙面掲載されるわけですか？されましたよ。ほー、今じゃ考えられないですよね。考えられないですね。でも記者になりたいっていう夢があったら、まあ、願ったり叶ったりの、うんうん、まあ、そうですね。あ、そっかそっかそっか。そう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 。で、まあそれはそれで、まあ、終わりでしょ？いい思い出だなって予備校時代の、うんうん、で大学行き出した頃に、まあ、パチバカが始まってハガキ出してたんですよ。ハガキ職人になってたんですよね。そう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 、グレート大筒っていう名前で、うん、で、大学もまあ暇なんですよね、うん、あんまりん暇なんですか？いや、暇、本来は暇であるべきではないんですけど、うんうん、まあ大学ってそういうもんだから、ね、大学はどこにあるの？まあお茶の水っていうか、まあ当時は明大前、明大前なるほどですよね。そうですね、まあパチンコ勝てるなって思っちゃったんですよね、東京来て。もうちょっとわかる気がする。朝10時にパチンコ屋に行けば、うん、無制限蓋さえもらっちゃえば、うん、まあ、1日2万ぐらいになる。ああ、期待値的にというか、ね、それを、まあ、知っちゃったんだ。月金でやって土日で競馬で全部溶かすみたいなことを最初の頃はやってて。やってた。やってましたね。でも入り口はみんなそういう人多いですよね。そう、そこでやっぱちょっとやって買って、ちょっと買ってで、なんかもうその流れで、うん、味しめてみたいな。で、目が覚めなかったんですね、うん、なんか、うん、でもまだライターっていう、うん、ところには行ってないですよね。だからそこからどうこう。で、あのね、それでもう大学に合格した時点で、おふくろもう仕送りいいぞって、いいぞじゃないですね。おふくろ仕送りが、もう仕送り、仕送りいいぞ、いいぞ、大丈夫。いや、良くないですよ。良くない。大丈夫です。これは僕一人でやっていきますということで、大学に紹介してもらった家賃32,000円の安アパートに住むことになって、まあそれだったらもう10万も稼げば全然回す。32,000円って。トイレはあるんですか？トイレあります。お風呂はない。トイレも共同で、僕以外全員外人でしたね。なんか、まあ、学生ですからね。学生。で、そう、もう当時みんな貧乏ですから、で僕だけ電話を持ってて、そしたら中国人が国際電話かけて、めちゃくちゃ電話料金がかかるっていう事件があったりとかもしましたよ。それどう解消ですか、そのトラブル？まあまあやばい金額ですよね。そう、いやでもなんか知んないけど、ごめんねって10万渡されたよ。え？なんかその人も、まあ、なんだろう、その人はすごい頭が良くて、うん、まあ、留学で来てるぐらい、留学でだから中国で俺8番だったって、中国の申し出全体で本当の1番のやつはアメリカ行くんだと、俺はでも中国に帰れば俺はもう超大トップの天才、うん、の上のクラスには行くから、うん、その時は電話してくれよって言って、一緒に。今とかすごいことになってそうですけどね。なってるかもしれないですね。もう今何してるか知らないですけど。で、まあとにかく中野の安いアパートに暮らすようになったんですけど。うんうん、あ、そこで中野なんだ。やっぱ中野ですね。ああ、なるほどね。中野多いですよね。はいはいはい、多いですね。若手多い。そう、うん。で、暇だから中野と馬場ってまあまあ近いんですよ、距離的にね。近い近い。で、用事もないのに編集部に遊びに行ってたら。もう行けるような感じの関係性にはなってたんですか？
関係性ではない。板谷さんとのつながりで。つながりで、うんうん、あとまあ何人かのライターとは仲良くなってたんで、うん、その時仲良かったライターさんって誰ですか。あのゴワゴワ王さんですね。ゴワゴワ王さんってちょっとわかんないですけど、石上隆さんですね。後の八間が行ったちょうど大崎さんが入ったぐらいかな。あ、そうなんだ。そっか、大崎さんの先輩でも。あ、そうか、そういうことになるんです。顔出したのは俺の方が好きですね。年、はいはい、は上ですけど。まあそんな感じで。ちょっとずつ関係性ができてきて、遊びに行ってたら、うん、鳴沢さんが、うん、あの一番上の人が。一番当時編集長とか。そう、三田来君は用事もないのに長いするねとか、うんうんうん、まあ、言われるんですよね、うんうん。で、暇だったら原稿書けばって。うん、って言って原稿を書き始めると。それが大学の何年ぐらい ?1 年ですね。へぇ、すごく早いですね。早い、うん、1年学生デビューだったんですね。さあ、そうです、そうです、はい、そうだったんだ。三谷さんが大学1年その仕事を始めた頃って、うん、パッチョイ障害とかあったんですか。あ、ありました、ありました。ね、メンバーは総会にな、誰がいたんですか。その時パッチョイ障害、酒井さんがいて、ルーキー酒井さん、あと小林さんっていう、ダウザー小林さん、小林さんっていう、はい、誰ですか。え、ダウザー小林さんって知らないよ。ダウザー小林、存じ上げません。え、生まれん史上最高の馬券の予想をダウジングで当てて、ダウジング新聞に載ったんですもんね。乗った乗った、フラッシュとかが来て、そう、その次の皐月賞も当て、2週続けてすごい穴を当てて、ダウジングで、ダウジングで、いや本当なんですよこれ。ダウザー小林さん、ちょっとね、ポチャッとした、うじけくうじけくとかっていう人、そうそう、小林ちゃん、そう、すごい馬券当てたよね。当てた、何百倍か、そう、当時の枠連史上最高の馬券をこのダウジングで当てた方がパッション障害のにいた、いたいて、うん、今何をされてわかんない、やめて、結構早めにやめて、はい、で、じゃあダウジングが出たんすね。いや、やめないみたいな。実家の家業がお風呂屋を何軒かやってる一族らしくて、多分お風呂屋を継いだんじゃないかと。あ、うん、割と土地持ちの方、懐かしい、小林さん、いたいた。あと石橋さんとか、ルーシー、ルーシー、ルーシー、石橋さん、名前だけは、うん、はい、はい、ちょうど月刊創刊の前後ぐらいですよね。ぐらいですね、本当に。パチンコ障害の方は、まあ、大沢さんがいて、まあ、直沢さんがいて、うん、大沢さんが入ってきて、うん、あと誰ですか。あと、川森田さんっていう。あ、はい、はい、はい。あの、渋楽器隊にいたね、元。渋楽器隊いたんですか。あの、渋楽器隊の、あの、渋楽器隊って、あの、ヤクモクミュージシャンがいたね、バックミュージックの。渋楽器隊のバックバンドが渋楽器隊っていうバンドだったんですよ。ああ、うん。で、川森さんってギターめちゃくちゃうまいじゃん。うまい、うまい、うまい。で、渋楽器隊にいたんですよ、もともと。え、あの、渋楽器隊ってことですか。そう、渋楽器隊です。もう、いずれにしてもすごいですよね。知らなかった。うん、そう。で、渋楽器隊からあの人は小学館の編集になって、なぜか、白夜小学館に行ったんだ。で、今は音楽の専門学校で講師やってますよ、ギター。そうなんだ。いつもなんか、ダークスーツ、そう、黒い、黒いね、マトリックスみたいな格好してた川森田さんがいたり、髪の毛が長くて、そう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 、そうですね。やっぱでもここまでの話、やっぱビビッときましたね、ダウザー小林が。やっぱり小林さん、何やってんだろう、すごかったもんね、すごかったんだもん、本当にすごかった。こうやって写真をこういうのを持っとってね、わかったっつって開いたらここだっていう。結局小林さんはその後もパチンコでダウジングを使うとか、うん、そっちの企画に駆り出されちゃって、小林さん編集ではなくもうそっち系、無駄打ち、うん、無駄打ちで、そうそう、なんか当たったり外れたりでね、ね、結局シューってなっちゃったけ なっちゃったけど、で原稿書かないかっつんで書いて、うん、なんとなくライターになって、でもまだ当時はバイトもやってる、うん、そこまで、あ、全然全然、ね、だからバイトも一緒にやりつつ、うん、やつつですね、っていう大学生活を送って、うん、でもそこから2年ぐらい経つと就職活動みたいなのがあるんですか。そうですよね。で、でも三谷さんは新聞記者になりたかったっていう、うん、もうでも無理ですよね、単位32しか取ってないから5年になった時それ何分の何、もうそ、え、何分の32なの。134か、あ、そうだな、32かな、うん、逆に俺仕送りもらっておいた方が良かったかもしれないです。責任感がね、自分のお金でやってるから、それね、いいでしょっていう、ああ、そういうことね、そうね、はいはい、その甘えはあったと思う、自分でやっ、はい、逆にですよね。そうですね、うん、それは4年生には出せたんですか。4年、あの、うん、文学部だったんでストレートに。ああ、なるほど、うん、あ、でどうしたの。まあ留年ですよね、そんなの1年で100単位も取れないですもんね。取れなくもないんですけど、うん、あの2部を使えば取れるっていう技が、技があるんですけども、そんなやる気もないんで、はい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 、4年時に辞めます。辞めた。はあ、自主退学。ええ、あの履修届出しに行く時に、あ、じゃあもう辞めますっつって、うんうん、で、じゃあライターやろって。
東京いい店、恋の店みたいなので。なんじゃそれ。おお。こういうのもやってる。これはいいな。これはね、なんか違うな。違うやってますよ。なんかあの食レポみたいなことやってますよ。どこの店。三田来さんが食レポやってる。こんなこと言ったら失礼かもしれないですけど、およそ似つかわしくないと思う。まあ確かにね。ちょっと。いや自分で書いててもおい嘘ついてんじゃねえぞって。東京いい店。嬉しい店。嬉しい裏切りみたいなこと書いてたもん。嬉しい裏切り口に入れた瞬間嬉しい裏切りだった。